時間経てばそんな感じですよ。ですよね。私もね、そう思ってるところ。膝横にほくろ、え、これなんか傷、これなんかあれです、机の角が刺さっちゃった。できたかというと、ある先輩に新年のご挨拶をしてきました。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますと K2 の先輩たちに。挨拶は大事ですからね。そう、ある一人の先輩に連絡して今から会いに行きますって言ってね、挨拶しに行ったらみんないたので挨拶しました。そしてもうメイクがね、とても崩れて崩れて崩れまくって、手形変えなんてできたもんじゃないという感じで言っております。こうやってね、ショールームで見ると全然平気なんだけどね、なんかね、ダメなんだよ。わかるかい？分からなくていいんです。みんなは ちょっと治ってきてないけど、まあいいやって感じになってきた。いや、なってないわ。 YouTube が質良くないといいな。編み込みを見せているだけです。メイクを直してるとかそんなことはないです。嘘ですけど、まあ画面上だからそんなに目立たないといいなって感じ。
前髪何点？今から100点にする。ね、みんなメイク直してるなんて気づい思わないよね。この映像を見て綺麗な編み込みだなって思うだけだよね。まあ、さっきの配信はエゴさんが見てくれていたらしいので、私がツナマヨの中身がなくて文句言ってることもバレていました。もうさ、ショールームって画質いいからさ、画質っていうか肌が綺麗に映るから、もうさ、叩いてる人みたいになる。一応ね、直してるんです。ちょっとでもね、なんかさ、ティッシュないかな。ティッシュを探す、あ、旅に出ようと思ったら持ってるんだった。やっぱ女子力がね、ちょっとね、高いのでね、ティッシュを持ってしまって。そうです、今日は美術公演があるので、美術公演出演する組の方たちにお会いしました。先ほど明日お見送りしてきました。いってらっしゃい。まあ、もうこれはね、諦めの息だな。いや、もうしょうがない。もうね、時間が経つとこうなってしまうんです。しょうがない。今日はいっぱいメンバーに会えて嬉しい気持ちでいっぱい。みんなに明けましておめでとうって言ってる。サイン会は何枚書くのかな。何枚書けるんだろう。何枚、何人申し込んでくれたんだろう。何枚書けるのかな。手形よりサインの方が多いかな。なんかどっちも買ったよって言ってくれる方も見たことあるし、サインだけ買ったよって方も見たことあるけど、手形だけ買ったよって方はあんまり聞かないかも。申し込みました。ありがとう。ということは 2つは確実。
あ、3つだ、3つ ?2 つ?どちらもご利益がありそうね、しかも新年一発目だし。一発目だし、SKE としても一番だし。私さ、どういう順番でやるのかわかんないけど、一番じゃない？名前順的だと、名前順的な感じだと SKE トップバッターじゃない？手が高い、嬉しいんだけど。審査員初めて、確かに。なんだっけ、パッションフォーユーとかアイドルデイズとかの、何プレゼントみたいな朝では結構もう書いてるけど、こういういっぱいの人に書く系は初めてかもしれない。確かに。指紋消してない、まだね、これからです。なんだっけ、サインパイとかこれから、全部これから。昨日は全身写真ありがとう。みんなちゃんと拡散してくれましたか？みんなが拡散してくれるって言ったから載せたんですけど、拡散してくれましたか？昨日の配信は確か何人見てくれてたかな、少なくとも3000人ぐらいは確か見た気がするので、3000リツイートないとおかしいですね。だというのに、あれ、そんなに来てた記憶はないぞ。ノリが、今何時か教えてくれる人、今何時か教えてくれる頃の優しい優しい人はいらっしゃいませんでしょうか。あ、いっぱいいた。ありがとうございます。あ、もうショールームでふざけたこと言うのやめようと。
読みよっと。いつどこでメンバーが見てるかわからないのね。髪の毛やり直したいけどもうどうなってるのかわかんなくなっちゃった。まあいっか、これでいこうと。今日の手形書いたサイン会はこの髪型でいきたいと思います。あーやのお願いは絶対ですから。え、本当に？だとしたら大変なことになるよ多分。古畑奈央さんがインスタをなんとかと同じ理由。何がメンバーに見られたら恥ずかしいもん。恥ずかしいっていうかなんかちゃんとしようって思います。毎日アイドルなんて。私くしゃみの仕方4種類ぐらいある気がする。4種類か3種類ぐらい。メンバーに見られちゃうから恥ずかしいのでって。何が？さっきのやんに会いました。インスタ、何の話が？何が？何の話が？あんたかちゃん。職場で、隣で職場の後輩からあーやのことめちゃくちゃ可愛いって言っても今？会ってみて、お、今？そんなあなた、そこのあなた、今すぐにまずショールームのアプリを入れていただいて、まあそれは今すぐじゃなくてもいいや。ツイッターをぜひねフォローしていただいて、そこからまず始めてみてくださいってお伝えください。ありがとうございます。インスタの投稿消したの？うん、どの投稿だろう。でもなんかびっくりした、地下と思った。怖いよ、地下と思った。怖い、地下と思った。バーされるから地下と思ったよ。インスタはなんか
いい感じの色合いになるように消したり消さなかったりしてる。びっくりした、めちゃくちゃリップです。ただのリップです。ショールームさん、バンしないでください。ただのリップです。これはサラサラになるやつじゃなくて固めるやつです。今毛がね立ってくるんで固めてます。公園出たかったな今日。今日のメンバー楽しそう。いつも楽しそうだけど。今何時ですか？顎のとこ治ってないよ。ショールームだから消えてるんだ。みんな騙されてるな。みんな騙されてるな。怖いでしょ。血みたい。56分か。じゃあ3時になったら終わろうかな。この後は手形会があるのでね、この後 YouTube で SKE の YouTube で手形会の様子が配信されるので、手形会サイン会申し込んだ方はもちろん、申し込んでないよって方は今回はちょっと忘れちゃったよとか申し込んでないよって方はもう見れるので、ぜひ見てこんな感じかなって思って、もし次参加したいと思ったら参加してみてください。メンバーを見るっていうこともできるのでね、ぜひ見てください。というわけで男女を読みます。13位、でさっきとさっきのやつ全部消えちゃったよね、そういえば、ごめん。13位、ももたんのアバターの人。12位、初期アバターの男の子の人。11位、猫耳がついた人間の人。10位、青いユニコーンの人。9位、バイクに乗った猫の人。8位、初期アバターのオレンジの女の子の人。7位、白い猫の人。6位、星の人。5位、ウサギの人。4位、レッドカーペットに乗ってるウーパールーパーの人。3位、ラスカルの人。2位、招き猫と一緒にいる猫みたいな人間の人。1位はひよこをかぶったアバターの人です。アバターの人、この人は可愛いをくれましたね。1位の人は、あとはだいたい星の人が先着順かな、一瞬だったし。見てくれてありがとうございました。
まあというわけで、干し芋は、この干し芋はとても美味しいのでおすすめです。初めての1位だって。あ、おめでとう。初、おめでたいですね。お正月に初っていうね。ではまた後で YouTube の方でお会いしましょう。公演も見れる方はぜひ見てね。私は出ないけど、さっきはエゴさんに会いに行ってきたよ。それではさよなら、バイバーイ。